日本を代表する大富豪、三崎雄太。財も名誉も手に入れた三崎。しかし、あるものを失ってしまった。それが、そう、本当の愛。最近恋愛、恋愛してないですね。もうずっとしてないです。もう彼女がいたのは2018年とかなんで、もう5年ぐらい。まあ、ちゃんとそろそろ5年越しに一人の人と向き合うっていうのはやってみたいなと思うんですけど。恋愛できそうですか？できなそうですね。まあ、その3人がいるんだったら、まあ、頑張ってみようかなとは思います。浮世離れした遊びの果てに誰かを純粋に愛する心を失ってしまったのだ。そんな美咲を救うべく、彼をよく知る3人がラブディレクターとして恋人候補の女性10名をサポート。果たして美咲は再び人を愛することができるのか。面白そうじゃん。ちょっと面白そう。始まりました。青汁がですね、本当の愛を取り戻すための恋愛リアリティショー、ラブディレクションです。わー、はい、今回ですね、軽い MC を務めさせていただきます、はい、センチョムです。よろしくお願いします。わーい。そして私と一緒にラブディレクターとして女性たちをね、サポートするのがこちらのお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、そしてですね、青汁と仲良しの株式会社トリアイナの三浦会長にも聞いていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。三浦会長、まあ、ちょっと僕年すっごい年上なんで、はい、多分皆さんの倍ぐらいの年だと思うんですよ。もうアラフィフ48歳なんですよ。見えない。なんでちょっと48歳アラフィフの意見をちょっと入れていきますんで。なるほど、了解です。最近のアラフィフめっちゃ若いですね。そうっすか。見えない。結構努力してるんですよ、やっぱり、それなりに。そうなんだ。はい、ということでじゃあ皆さんよろしくお願いします。これ見たら何がダメなのか分かると思うんで。ああ、なるほど。この番組を見てる人も、あ、これダメなんだっていうのが分かるんで。ああ、なるほどなるほど。人間って恋をしてる時は、はい、脳がね、もうバカになる。あのチンパンジーぐらいの判断能力まで落ちて、で将来性は20分先のことまでしか考えられなくなっちゃうので、だからみんななるんですよ。なるほど。あ、俺もこうなってるかも、私もこうなってるかもっていうのを見るっていう見方も面白いと。客観的に。なるほどなるほど、なるほど。それではですね、早速あの青汁と付き合いたいという女性がこれから登場するんですけど。もう付き合いたい大前提の女が来るやん。そう、じゃあそう、早速見てみますか。一人ずつね。あ、かわいい。確かにかわいい。かわいい。
参考書のイメージガールやタレントをやらせてもらってます中瀬美荒です。男の人にちょっと自分から行くのすごい緊張しちゃうんですけれども、今日は積極的に頑張るって頑張ってもいいですかね。よろしくお願いします。かわいい。わー、来た。ざといな。でもな、今のなんか髪型ちょっとあざといな。いい体。いいよ。いいね。若い頃の断蜜みたい。違うかな。はじめまして、富樫明穂です。出身が山形県で、まだまだ田舎っぺです。田舎っぺなのでたくさんいろんなことを教えていただきたいです。美咲さんの指がすごく好きです。どういうこと？この物件の中で指選ぶ人おるんや。はじめまして。本日お会いできて嬉しいです。私熊本県出身の口から生まれたおしゃべり娘みさまねと申します。私はゴルフ、釣り、アウトドアがとっても大好きで、晩酌などお酒も大好きで、おじさん女子ですけれども、今日はありのままの私を知っていただいて、みさきさんのこう SNS 上でしか知らないところはたくさんあるんですけど、みさきさんの本当の姿をこう見てお互いに知っていけたらいいなと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アナウンサーさんなんですね。ちょっと知的ですよね。いいですね。お、ギャル？ギャル。きた。いいね。青汁ギャル好きだよ確か。いいね。はじめまして。はじめまして。関美恵子です。今日は。美咲さんにお会いできるのを本当に楽しみにしてたので、お会いすることができてとっても嬉しいです。私も美咲さんと一緒でお酒とギャルとお金が大好きなので、話がたくさん楽しくできるかなと思っています。そして今日は私が大好きな金宮も持ってきたんですけど、ここでは乾杯ができないみたいなので、最後の一人に選んでもらって、最後の日の夜に一緒に乾杯がしたいです。で、ドンキの袋で申し訳ないんですけど、持っててほしいです。持っててほしいと。はい。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい。今までの登場者の中で最も青汁さんがリラックスしてるんで、多分興味ないサインですね、これ。あ、興味ないんだ。そういうこと。だってほら、この子落としたいと思ったら緊張するじゃないですか。どうでもいいと思ったらこうなるじゃないですか。逆にだ。ふふってちゃう。これで笑いやがって。はじめまして、うららです。緊張してますか？緊張、緊張してますか？あ、僕がですか？はい、まあ、そんなに。今日は絵を見せたいんですけど、普段こういうのを描いていて、じゃん。青汁。はい、美咲さんです、これは。よかったらこの1枚だけくれるんですか？していただきます。 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。好きそう。青汁はね、結構タイプだと思うんだけど。おお、なるほど。お、あ、来た。トラ年獅子座生まれのカリスマロマンチスト、松本ルナです。元気キャラでやってますが、実は寂しがり屋です。今日は真剣度を伝えるために印鑑持ってきました。いつでも結婚できます。私のこと覚えてほしいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よかったらハグしてもらってもいいですか？勝手にします。よろしくお願いします。はい、いきます。あー、いきなりハグ。はじめまして、大阪から来ました、ゆいです。旅がめちゃめちゃ好きなんで、うん、私は美咲さんと一緒に旅行に行ったり、うん、いろんな体験をしたいなって思ってます。一緒にやりたいことがあって、ジャマイカに行って、うん、レゲエガンガン聴きながら、うん、前頭混乱してカリブ海にダイブしたいです。ちょっとしゃがんでもらってもいいですか？しゃがむ？おお、なになに、まさか。同じぐらいね、ちょっとだけ。ゆいって呼んでください。あーあー、いや、言わんのかい、しかも。グラビアアイドルの相葉ルイラと申します。私は美咲さんが多分ずっと知らないと思うんですけど、ずっと前から、ずっとずっと前から、有名になる前からいつもそばにいたんですけど、うん、絶対に気づいてもらえないってことは分かってるんですけど、うん、まあ本業グラビアアイドルなんで、うん、誘惑させていただきます。どうですか？お、すごい、うん、ありがとうございます。なんか汗かいてますよ。ごめんなさい、パンティでした。ごめんなさい、よろしくお願いします。これ話が早すぎんだけど、パンツ、ここからパンツ出てこないよね。ゴミの頃がね。こんにちは。こんにちは。普段女優業やってます、うん、松崎里穂です。年上の男性が好きなので、うん、あ、今24歳です、うん、で仲良くしてくださると嬉しいです。千春と言います。三つ葉の三つ葉に千春です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現役セクシー女優です。はい、セクシー女優、おー、好きそうじゃん。恋愛は受け身だけど、セックスは攻めです。何言ってるんだ。今すごい緊張してます。ドキドキしてるんですけど、確認してもらえますか？あ、ね、あざとい。ああ、おっぱいだよ。もう確かに心臓の鼓動が早いかも。緊張してます、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、ようこそラブディレクションへ。案内人を務めるジェフリーです。今日から皆さんには三崎邸で共同生活をしてもらいます。ただしデートする権利を得るためには、無料オンラインカジノプレイオ上をプレイしていただき、そこで結果を出していただかなければなりません。それぞれ共同生活の間に親交を深めていただき、最終日、美咲さんには一人の女性を選んでいただきます。最後に選ばれた一人には、この企画のために特別にデザインした世界に一つだけの指輪が美咲様から手渡されます。皆さんには今後美咲さんとデートする機会がありますが、
より確実に親交を深めるため、美咲さんをよく知る3名のラブディレクターの心強いサポートがあります。早速ですが、3名のラブディレクターからあなた方に指令が届いています。美咲さんには見せないように指令を確認してください。難しい。見えます？見える？はい。いや、今ちょっと一番でも視線怖かったのはアナウンサーの人ですね。指令見た後、みんなが見てる時に周りの顔めっちゃ見てたね。ライバルチェックする感じの。そうなんだ。それでは今から2時間の観覧タイムになります。そして観覧タイム後に美咲様にはある決断をしてもらいます。それは恋人候補をこの場で半分に減らしてもらいます。つまり明日から共同生活を送る5名とこの場でお帰りいただく5名を決めていただきます。僕的にはちょっとゴミついてなくてもゴミついてるから取るぐらいのことされるとちょっとドキッとするんですよ。あ、マジか。なんかあのわざとらしいボディタッチなのが微妙ですよね。はいはいはい、そうそうそう。ボディタッチってこうわざとじゃなくするかが多分すごい。そう。なんか理由があってなんかついてるよとかで取られたらちょっとドキッとする。あ、なるほど。ボディタッチでコツがあるんですよ実は。ちょっと気になる気になる。研究で出てて、ソーシャルなボディタッチとセクシャルなボディタッチとかあるんですね。はいはい。ソーシャルなボディタッチってのはさっきのあのなんかゴミついてますよって取ったりとか、あ、こっち座ってとかね、はい、こういう軽いボディタッチです、うん。性的な意味はないんで、友達とかに別に一緒にやるじゃないですか。はい、やるけど好きな子になれるとドキッとくるんですよ。ところがセクシャルなボディタッチっていうのは、うん、もう完全にさっき言ったように胸触らせるとか、うん、逆にこうこっちがめっちゃ触るみたいなのをやっちゃうと軽く見れるんですよ。でバカに見えるんですよ。うん、ボディタッチは基本ソーシャルなボディタッチを採用するのが正解で、うん、セクシャルなボディタッチをすると多分切られます。でそれを見てみると結構面白いんじゃないかなって。まだ内容見てない。この番組に大吾さんいてくれてマジよかった。よかった。すごい勉強になります。ということでですね、今回ですね選ばれた方に贈られる指輪なんですけれど、番組コラボでオリジナルで作ったらしいんですよ。でそれがこちらです。じゃじゃん、うん、これ私も今つけてるんですけど、お、はい、こちらめっちゃいい。これね、かわいいよね。初めて見た。こっちがシルバー色で、そう、お、かわいいし、かわいい。なんか色もゴールド、ピンク、ゴールド、ピンク、シルバーっていう風にあるらしくて、うん、そう、今回本数限定で販売するらしいので、気になった方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。でもマジかわいいよね、デザインが。あ、ペアでもいいですね、なんかね。ペアいいね。ペアいいですね。それでは皆さん今日は楽しみましょう。乾杯。乾杯。はい。二人でお話ししたいです。早い。早い。じゃあここ、うん、あっちあっち側あっち側あっち側行きましょう。積極的だね。何でもありなんだ。あ、そういうことね。はじめまして、うん、なんかすごい一緒に旅したいなっていうのがあって、あんまりあれですか、一人で一人で行くのがいいな。あ、そう、やっぱり人に本当に興味がないんだよ。うん、何に興味あるんですか。自分にしかない。え、じゃあ旅行行って、うん、美味しいものって一人で食べても美味しいじゃないですか、うん、二人で食べても美味しいじゃないですか、うん、美味しいのを共感ってできない。できない。一人で食べた方が美味しいよ。あ、お汁共感してあげて欲しかった今の。もうこれ興味ない時のポーズですね。興味ないんだ。そうなの。そうなんだ。抱え込んで自分を守るんですよ、こうやって。へー。え、どうする？誰が最初に行く？いや、私行く。行く？マジ？いや、めっちゃいい作戦思いついた。何何？ずっとアラームかけて渡すわけ。うん、これが鳴ったら来てください。あ、そう。
すごい。なるほど。どう？ちょっと行ってくる。あ。え、どうする？邪魔しにくい、邪魔しにくい。いや、それも全然いいです。彼女に求めることは何ですか？ない。何もない？何もない。好きにならないってこと？うん、だって別に自分でできるしね。何でも？うん。あ、すいません。はい、これ置いていくんで iPhone、うん。アラーム鳴ったら私あっちにいるんで、うん、これ持って来てもらっていいですか？はい。お願いします。待ってます。次元爆弾みたいな。次元爆弾みたいな。爆弾置いていけよと。楽しく YouTube 見てます。焚き火行きませんか？まあ確かに寒いから焚き火いいかもね。すいません。行きましょう。はい。これは？これは置いていって。置いていくの？かわいそうじゃん。持って返してあげよう。あ、優しい。ね、かっこいい。なくしそうだから。すいません。はい。焚き火行こう。2人になりたい iPhone アラーム作戦だったんですけど、ごめんなさい。でも優しさが、じゃあここら辺で、はい、はい、お隣失礼します。隣いいですか？はい。え、私美咲さんの指がめっちゃ好きって言ったんですけど、握手してもいいですか？はい、握手していただきます。はい、ありがとうございます。細なんかあの写真フォトエッセイ見て、うん、なんか目つぶってこうやってやってる写真がめっちゃ好きで、うん、あの指が綺麗すぎて好きになりました。ね、私も触りたい。私も触りたい。寒い。寒いから。ああ、いいね。めっちゃいい。嫌、うん、ですか？いや、なんかマッサージされてる。いいね、疲れてるかな。そうなんだよね。意外と悪いまんざらでもないの。まんざらでもないよね。マッサージされてるっていいよね。直視できてないから、うん、あんまりこっち向いてくれないから。うん、お前みんなこっちにいるから。そうだから、うんうん、右手は私がもらおうかな。あ、いいっす。左足もらいたい。左足ちょっとあの人たちから引っこ抜きたいよね。そうだね。確かに。どうする？分かった行くわ。どう行くの？さきさん、いつまでこっちにいるんですか？あっちに行って二人きりになりませんか？おー、大胆。そろそろあっち行くわ。いいですか？嬉しい。で、あと1分でアラーム鳴るから1分だけ待ってほしい。結構長い。そのためにルナが今二人きりになるように来たの。もっと早くセットしとけばよかったんだけど。何話してたんですか？何話してたの？たわいもない話。忘れちゃったわ。普段こういうとこ来ますデートで？来ないね。来ない？やっぱ昔はね来てたけど、うんうん、最近はそういうことないか。最近ない？あ、じゃあ今。今。久しぶり。超久しぶりで、これ何年ぶりかな。嬉しい。二人きりずっとなりたかったから。結婚願望は？結婚したいなって思いますよ。できればね。したい。まあでも、うん、勢いでしないとできなそうだな。カンカン。あれ、うららの番いいですか？ね、交代ね。交代。仕方ないな。仕方ない。姉さん、ありがとう。失礼いたします。はい、あ、結構飲んでます。結構飲みました。酔ってますか？全然。え？そんな酔わない。本当に？うん、そんな酔わない。手が冷たい。手。あったかい。お、体温高いですか？おー、なんかいいぞ。興味は？興味はみんなある。ダメ。でも大人になったらさ。うん、利害関係が大事じゃない？まあそうですね、うん、私もこの子と会って有意義な時間になるかどうかで選んでしまうところがあります。そういうもんなんだよ、世知辛いんだよ社会は。今私23歳なんですけど、うん、若いっていいよね、若さが。若いって素晴らしいよ。じゃあ私が挙げられるのは若さかな。あ、私それは必要だね。あ、じゃあ挙げます。うん、本当に欲しいそれ。来る？来ない。おい。全然来ない。お、いいよな。いいんじゃない。大悟さんどうですか？いや、うまいっすね。やっぱり重心が全然違うんですよ。組んでるけど、うん、こう向いてるじゃないですか。はいはいはい、今までは逆だったから。あ、そ
そうそうそう全然来ないもう全く来ないあ、はい、来ちゃったじゃん、はい、あ、なんか2人来ちゃった寒いおじ寒いね温めてくださいちょっとだけそうって腕の中に入りたい寒い風邪ひいちゃう刺激を与えたい得意そうレイラちゃんでもそんな、うん、ちょっとの刺激じゃ何も思わないかな凍ってる心がなんですか心が凍ってるね温めたい温めたいめっちゃ貧乏でおーなんか今泣きそうになってくる、うんうん、ずっと一畳とかのとこに住んでて、うんうん、で家賃が4万とか、うん、で本当に辛いなんかお金がなくて美咲さんってお金持ちじゃないです か、うん、なんかお金持ちだからいいなってちょっと思っちゃって、うん、いいね、うん、美咲さんと結ばれたらもう幸せだろうなと思って、うん今日のために染めたんですけどあ、そうなの、はい、いつも何色いつもはもうちょっと落ち着いてますでもギャルが好きって言ったからいやいやそっかでそういうんじゃないよ本当に、あの地元のマッキーっていう美容師さんに頼んで、うん、急遽このオーディション受かって出させてもらうことになったんだけど、うん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 、ギャルが好きみたいだからって言って明るくしてほしいって言ったんですよ本当にマッキーとの LINE 見せてもいいぐらい本当ですマッキーちょっともうちょっと暗くしてほしいかなマッキーなんかこう言いたいこと言えないまま終わったら絶対めっちゃ後悔するなって思ったから手紙を書いたんですよ、うん、本当にこれは絶対読んでくださいわかりました読みます本当にはい素敵おギャップギャップ萌えのやつゆから始まっていで終わる2文字の名前ゆいゆいゆいです、うんうんうんでも見た目がね大事ってさっき言ってたじゃん、うん、見た目っていうのはどういう見た目が大事なのやっぱこうスタイルとかやっぱ頑張ってるみたいなスタイルがいいってことは頑張ってるみたいな、うん、前足とかじゃなくて、ま、前足前足バンみたいな、うん、イエーイみたいな硬いいいみたいなじゃなくてなスレンダーがいいスレンダーがいい頑張れ痩せてから話はそこからみたいなそうなんだわずかリアクションできない残酷じゃないでもあんなに冷たいと思わなかった、うん、そうだねなんかショックちょっと、ね、ちょ私もちょっと想像してたのと違ったかもしれないなんか何聞いても、うんうん、まあ別に何でもいいやなんか返答がなかったっていうか、うん、感想がないっていうか、うん、反応してくれないのかな、うん、だから何やっても答えてくれない感じはありましたよね、うんさっきどうでした？さっきはなんかいろんな人がいるなと思ったね。あんま覚えてないってことですか？うん、まあやっぱいろんな人いるじゃん。じゃあ、うんうん、普通に考えて、うん、来てます。女の子たちね、うんうん、いっぱい来てます、うんうん。あなたのために来てます。うん、みんな悲しいよ。うん、もう悲しい。のかなでもそうかもしんないけどさやっぱ気持ちが動かないと始まんないじゃんえ動かせ俺の気持ちを動かしてくれってことそうああダメダメそう、うん、ああその角度からいくのねこの子、うん、逆にちょっと角度変えてきましたね、うん、他の人と比べるとでもいいと思う今のこれ、うん、あなたがまず私のことを知ろうとしてくんなきゃ私もあなたに興味を持たないし、うん、なんだろう そういうのって相互関係だから、うん、誰か一方のことに成り立たないわけですよでも無理に興味を持たなくてよくねえだから興味を誰にも持たないっていうのは違うってこと興味を持ったら持つよ動けば心がえなんでそのスタンスなの
だって興味が持てないのにどうやって興味持つの。いやでもね、ぶっちゃけ俺分かった、今自分で自分のことが分かってきたけど、はい、なんかいちいちほら取り繕うやついるじゃん。でもとにかく本当一番生理的に受け付けないのが、うん、これ分かった自分で。何、この番組を通して自分のことが分かってきた。あ、本当よかったよかった。じゃあいいじゃん。あの、うんうん、まず俺が一番生理的に本当に無理なのは、お互いをしろとかいうやつ。そっち、うん、こいつ何言ってんのかなって冷めちゃうんだよ、うん、でもうなんか自分の言いたいことを適当に言ってる人がいい、楽だから。なんかよく分かんないこと言わないやつがいいんだよ。マジお互いを知るところ理解できねえわ。どうしちゃったの。いや違う、青汁、これは本音と建前ってあるから、うん、いやこれでこのリホちゃんだっけ残さなかったら、まあまあもうなんかでも今の言ってくれた子めちゃめちゃいいと思いますけどね、うんうん、話しました皆さんと。はい、うん、いつもそんな感じですか。うん、なんか物申したいことがあって、うん、なんかこう結婚はしたいんですか。うん、恋愛をしたい。まあ別に恋愛しなくていいけど結婚したい。そういう気持ちがあるのに、まあ、さっきからちょっと話を聞いてて、うんうん、みんなの問いかけに対して、ね、うん、どうでもいいっていうか、うん、みんなそうじゃないああじゃないって、うんうんうん、なんか本当やる気があるのかなっていうのはちょっと正直思ったんですよ、うん、なんかこう失礼というか、うん、女の子たちは本気なんですね、うん、態度とか、うん、もうなんか本当に素の状態で、うん、その状態だったら絶対恋愛とか結婚もできないと思うんですよ。そうだから今ここにいるんじゃん。でもなんかちょっと女の子にもうちょっと気を使って、うん、じゃあタイプな子とかじゃあいい第一印象いいって言ったら、ね、嘘でもそこは美咲さんだったら言ってほしかった私は。それ理解できますよ、その言ってることは重々おっしゃる通りだけど、うん、じゃあ獲得目標何、うん、知ってどうするの。知ってだから知ってどうするとかもうそこが違うんですよね。知ってそんな、うん、なんでそんな硬いのって。いや違う違う、だから無駄じゃん。何がですか、無駄って何。知ってどうするの、何のメリットがあるの。うわめちゃくちゃ言うやん。あ、恋愛にメリット求めちゃう人ね。知りたいと思うから。はあ、なんだろう、美咲さんって、うん、私今日ちょっとしかお会いしてないですけど、うん、すごく意外と頭固い方だなと思ったんですよ、うん、もうちょっと私は気を使ってほしいなっていうふうにも思いますし、気を使って意味ないと何が利益やの何がとかまた言い出すと思うんですけど、うん、いやそうなんだよ、気を使ってもいいけど、うん、だってさやっぱありのままを出した方がいいかな。ありのまま出てないわさっきから。今ありのままめっちゃ出てんじゃん。いやもういいよ、違うの、だって眠たいんだもん。眠たいとかもそういうね、なんだろう、もう絶対結婚できないよ本当に。いや だからここにいるんだって。いやもうだからとか結婚してできてたらもう特にしてるよ。えどこに行ってもですよ、もうこれからもおじいちゃんになってふぇーってか杖ついても絶対結婚できない。なんかそんなに軽い気持ちとか、うん、そんなこうあしらう気持ちがあるんだったら、うんうん、私は今日5人選ぶと思うんですけど、うん、選ばれなくていいなって正直思います。そんなのででも選ばれても、うん、やっぱ嬉しくはないから、うん、なるほど、はい、なんかすごい仕事できそう、仕事ができそう。仕事できますよ。だよね、それは仕事できますよ。じゃないとこんなのやっていけない。そう、うん、レンさんね、はい、あんたみたいな人俺採用したいもん。じゃあそっち、うん、あうわあ、仕事として見ちゃってんのかな、ね、もしかしたら。だからすごい今興味持ってる。あそれもいい。だってやっぱ自分の意見を主体的に述べれる人すごいから、うん、合理的だし、うん、いいと思う。いやでも私は本気、経営者だったらやっぱ絶対、うん、あんたみたいな人採用したい。正義感もあるし。経営者としては、経営者としてそうなんですね、はい、はい。でも私はもうそんな気持ちで、うん、軽い気持ちで来たわけじゃないので、うん、そんな態度なのであれば、うん、私はもう今日は帰ります、うん、大丈夫です、はい、ありがとうございました。でも本当に、はい、その別の意味ですごくいいと思います。はい、はい、頑張ってください、はい、応援してます。ありがとうございます。いやでもいいよいいよ、青白さんの興味示したっていうことがでかいから。この子落とされないと思う絶対、うん、リスペクトがもうありますもんね。でもこのさっきのリホちゃんとレンちゃんを落としたらいよいよですよ。ですよね。いやでも青白プライドあるじゃないですか、変なところで、
だからなんか落としそうな気もしちゃうよね。なんか目が覚めてきたわ、マジで。なんでだ。寒い。あったかいわ。めっちゃ冷えてる。嘘でしょってくらい冷えてる。かわいそう。これ覚えてます？こうやってやったの。うん。もうドキドキしてない。ドキドキしてないね、確かに。そう。うん、落ち着いてきた。落ち着いたね。うん。うん、寒くね？寒いよね。一番寒いよね、多分ね。温めてくれますか？うん。うわあ、こういうことか。結局自分を受け入れてくれる人を求めてるのか。母性だよ、母性。もう手回しとるやろ。もういいやん。うん、あったかい。いいね。いい、うん、眠くなってきたよ、またちょっと。眠くなるのダメだ。あったかくなったら眠くなる。あったかくなったら眠くなる。目覚めることする？どんなこと？キスとか？お、嫌じゃないね。お、引かないね。もういいよ。これだってかけてよ。拒否しないってことは全然ありってことでしょ。引きもしなかったですからね。うん、引きもしなかった。うん、ほら、やっぱ千春ちゃんだわ。ありがとうございました。ありがとうございました。これ面白い番組だな、なんか面白いね。え、なんかさ、なんか実験見てるみたいじゃないですか。いや、ほんとそうです。青汁を見てて面白い。もうこれね、もう同じように悩んでる男性の人たちに言いたいのは、はい、自分に不利になることを言ってくれる、その子が不利になることを言ってくれる女性は大事にした方がいいんですよ。都合のいいことしか言わない人っていっぱいいたと思うんですけど、はいはいはい、客観的に見てたらやべえやつらばっかりじゃないですか。わかる、すごいわかる。俯瞰して見ることって大事だね。俺も怒られると好きになっちゃうんですよ。欠点とか指摘されるとすごいなんかちょっとドキッとするというか、はいはいはい、そこ気づいてくれんだみたいな、うんうん、になるんで、その心理は俺もありますね。気づかない一面を、ね、発見してくれるってのはすごい大事ですからね、うんうん。じゃあ気になるよ。逆だったらめっちゃ面白いけどな、これな。次回選ばれるのはわずか5人。意外とセンスないなって思います。見る目ないなって思います。2、3時間でここまで嫌われるのもすごいですよね。すごいね。しかも元々好きだったやつが。そして舞台は青汁ヒルズへ。女たちのアピール合戦が始まる。え、待って、なに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 、お前スタイルとかどういうこと。え、なんか、え、待ってね、えぐくない？うん。ここでちょっとご紹介させてください。今回この企画を一緒に盛り上げてくれているプレイオジョフリーですが、世界で楽しまれているゲームサイトで、本場のカジノと同じようなゲームをたくさん遊べます。そしてなおかつプレイ方法やサイトの操作、そして利用規約もものすごくシンプルです。ややこしいルールだったりとか難しい条件は一切なく、ストレスフリーでとにかく楽しいのでとてもおすすめです。実際僕はスロットをプレイしてみたんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。概要欄に詳細を記載しておきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。